下り五条神社まで行っちゃえばそこまでじゃないんじゃない。
有料道路通らされそう。ここ結構ドリフター多い気がする。面白いと思う。ちょっとそうだね。タイヤ痕が。ここだっけな。
広いここ。おお、びっくりした。まあ広いからね、ちょうどね。うん、言ったそばからこの辺なんだ。あの人たち、あの人たちっていうか、イギリというやつらは。ひでえなここ。さっきまで綺麗だった。この辺ね、すごかった記憶がある俺。タイヤ痕。派手にあるんだよ。個人なんか事故現場っていうね。あ、これ車でやんのかね。車でしょこれ。車か。そういうバイクはやんねえだろ。すげえすげえこれ。やばくね。どんだけローリったんだよ。ここでキュイーンなんでしょ。ドリフトで。大丈夫。どっかガードレール引っ込んでるとなんじゃない。行かないと。ここで開けて。やばいだろこれ。どんだけ。何気に上がってくる車やん、あれ、富士見じゃん。これこれ。だいたいこの辺で終わり。で、普通は左行くんだけど、私は左行くって。え、普通は左行くんだけど。あ、右右。私は左行くって、ちょっといいよ。